還元楽法とは音楽上のアイデアを最も合理的かつ効果的な方法によって還元楽団で表現する手段を研究し体系化する学問である。還元楽法は主として楽器法と編曲法に分けられる。また、それらを支える基礎技法が必要である。その他、様々な作曲家のスコアを分析することも推奨される。 還元楽法の基礎技法としてが挙げられる。オーケストラに使われる各楽器についての知識である。旋律を複数の楽器がユニゾーンやオクターブでなぞるときの効果について、また、家政学的に様々なセーブを組み合わせるときの方法についての知識である。還元楽法の歴史はオーケストラの歴史と同じだけ古い。中世からルネサンス期頃の音楽は、 特に教会を音楽においては、声楽が主導的であり、合唱など多声部の声楽曲の各パートを適したお人気の楽器に割り当てでなぞるというような、声楽に従属した伴奏形式が多かった。オルガンに加えて、ビオラダガンバ、サックバット、リコーダー、ツインクなどが古くから声楽と共に用いられた代表的な楽器である。一方、 器楽曲は主に世俗音楽の分野で発展していったが、公的儀礼といえば、おしなべて宗教的であった時代、教会音楽で、還元楽法と高度な多声音楽が発展したのに対して、世俗音楽は小規模なアンサンブルが多く、古典音楽というより、民族音楽的なものであった。バロック音楽の時代には、それまで世俗音楽で、独奏楽器として用いられていたバイオリンが、 飛躍的に改良されて、ビオラダガンバに代わって、弦楽合奏の高音域に取り入れられ、バイオリン中心の弦楽合奏をくとするオーケストラの基本型が出来上がった。バロック期前半のベネツィア教会音楽では、古くから用いられてきたサックバットを加えた管弦楽が発達し、バロック中期以降のイタリアでは特に世俗音楽の分野でバイオリン音楽が非常に発達した。 一方、フランスでは新たに改良された楽器であるオーボイとファゴットが加えられた。バロック中期頃には、他にもフラウトトラベルソやトランペット、ホルン、ティンパニなど、現代の還元楽でも使われる楽器の原型が形成され、続々と還元楽に取り入れられた。また、しばらくはバイオリンと並んで、弦楽合奏の中、低音部には、ビオラダガンバやビオローネが用いられたが、 バイオリンの技術を応用した、ビオラ、チェロ、コントラバスが生まれて、次第にとって変わっていった。バロック音楽でも、教会音楽は重要な位置を占めたが、宮廷や裕福市民層を中心として、世俗音楽も発達し、相互の影響も、盛んに行われた。蒸気やチェンバロのような新しい楽器の還元楽への、導入は、世俗音楽の分野に担うところが大きい。 大規模な還元楽はやはり声楽曲を中心に発展し、対して気楽曲は比較的小編成の室内楽が多いという傾向は続いたが、声楽曲でも還元楽は声楽パートに対して強い独自性を持つようになった。この時代は、オルガン、チェンバロやリュートなどの和音楽器がバスの旋律と和音を奏で合奏の主導を担った。これを通奏低音といい、 初期古典派の時代まで還元楽に欠かせないものであった。また、バロック後期には、鍵盤楽器を通奏低音ではなく、旋律楽器の一つとして、還元楽と組み合わせることも始まった。18世紀末、ハイドン・モーツァルトの時代になって、徐々に通奏低音の用いられない還元楽が演奏されるようになってくる。また、クラリネットがオーケストラで定石を占めるようになり、 現在の通常のオーケストラの最小編成である二巻編成が整うことになる。この時代の金管楽器と打楽器はまだ音量の増幅に主眼があった。ティンパにはすでに公共曲やオペラの途中で音を変えさせている。20世紀初頭の新古典主義音楽では、この時代の初期の還元楽法が模倣された。そのようなものとして、プロコフィエフの古典公共曲がよく知られている。 グルックはオペラ作品の中で大胆な楽器使用を行った。1779年にパリで初演されたアウリスのイフィゲニアにはシンバル、トライアングル、2本のピッコロなどが使用されている。グルックの理念はスポンティーニア・ベルリオーズに受け継がれていくことになる。ベートーベンは楽器の使用方法についていくつかの画期的な改革を行っている。 その筆頭がティンパニの使用方法である。従来、1単位のティンパニは、楽曲で使用される音階の第1音と第5音に調律する習慣であったが、ベートーベンは初めてこれを破った。公共曲第7番の第3音楽章では、第1音であるファと第6音のラを用いた。次の公共曲第8番の第4楽章では、主音ファのオクターブの調律を行い、 これを効果的に使っている。公共曲第9番の第2楽章でもファのオクターブ調律が見られるが、ファはその第3音にあたり、ついにティンパには主音からも解放されたことになる。また、ティンパには楽曲のリズムやアクセントの補強のために用いられ、主に楽曲のフォルテの部分で活躍する楽器であったが、公共曲第4番の第1楽章展開部に、 見られるようなピアニッシモのロールや、同、第二楽章集結部のピアニッシモでのソロ、公共曲第5番の第三楽章の集結部分のように、この楽器の弱音での表現力の可能性を開いた。次に、オーケストラの中で同じベースラインを担当していたチェロとコントラバスを、それぞれ独立させて使用したこと。このことにより、チェロは、戦律楽器としての可能性が明けた。また、 コントラバスは公共曲第3番の第2楽章冒頭の装飾音のように独自の存在感を示すことが可能になった。さらに、使用楽器の拡大。木管楽器ではピッコロやコントラファゴットを、金管では3本のホルンやトロンボーン、打楽器ではバスドラム、シンバル、トライアングルといった楽器を公共曲に導入した。ただし、これらの楽器は、 ベートーベン以前からもオーケストラで用いられていたものである。ベートーベンの処方はさらに、ウェーバーで3個のティンパに、シューベルト、シューマン、メンデルスゾーン、ブラームスによって受け継がれた。初期ロマン派では、オーケストレーションの拡張の試みが徐々に行われていたが、同時に楽器の性能そのものも徐々に向上していったため、現代のオーケストラにおいては特に、 音量バランスにおいて作曲者が当時意図した響きとは異なるかもしれないことがままある。例えば、シューマンの諸作品やショパンの二つのピアノ競奏曲などのオーケストレーションは現代において歌小評価する論調も見られるが、これは当時の楽器の性能を考えると必ずしも悪い。例ではなく、時代楽器のオーケストラで演奏すると現代のオーケストラよりもすっきりまとまって響くことも、 ある。フランス革命の式典として、野外や教会で大規模な音楽が演奏された。ナポレオンの統領政府時代の1800年には、革命記念日に合わせ、メユールが3つの還元楽団と合唱団からなる、1800年7月14日の国民化を9月22日の共和制樹立宣言の記念日に合わせ、ルシュールはさらに大規模な編成の バンデミエール1日の歌を作ったが、このような祝祭的な性格の巨大編成の作品は、ルシュールの弟子ベルリオーズに受け継がれることとなった。最初の還元落法の王屋は、19世紀初頭のベルリオーズである。ベルリオーズは、楽器と楽器の組み合わせによって、新しい音色を生み出すことや、オーケストラの規模の拡大に目を向けた。代表作、幻想交響曲では、ハープ、 4本のファゴット、コーラングレ、コルネット、オフィクレード、複数のティンパニ奏者、カネなど、パリのオペラ座で使用されていた楽器を登場させている。また、レクイエムでは、12本のホルン、ティンパニ8体、シンバル10を含むオーケストラと合唱に加え、別動隊として36人からなる、金管楽器のバンダという大規模な編成を要求している。 ベルリオーズが1844年に表した還元楽法も諸外国に紹介され、後世の作曲家に影響を与えた。後述のリヒャルト・シュトラウスは、この書に注釈と新たなフレーを加えた改訂版を1905年に出版している。ベルリオーズの還元楽法は、フランス系の作曲家のみならず、ロシアのチャイコフスキー、イタリアのベルディドイツのワーグナーなどに受け継がれる。 産業革命が進展した19世紀前半には、楽器製造産業が交流し、ベーム式の木管楽器や、バルブやピストンを備えた、金管楽器など、今日使用されている、管楽器の原型となるシステムが確立された。また、アドルフ・サックスの考案によるサクソフォーンや、サクソルンなどの新しい楽器も登場した。この時期に、金管楽器は、 飛躍的に演奏能力が向上したが、作曲家の間に定着するまでには、しばらくの時間がかかった。ワーグナーも、初期のリエンツなどの作品では旧式と新式の管楽器を併用している。その一方で、マイア・ベーアなどフランスのグランドオペラで活躍した作曲家は、それまで使用されなかった楽器の導入や、新しい奏法の開発に挑戦し、その要例のいくつかは、 ベルリオーズの還元楽法にフレー付きで紹介されている。次にワーグナーが登場する。彼は還元楽を巨大に拡張した。ローエングリンで完全な三貫編成にして三和音を、ニーベルングの指輪で四貫編成、特に金管楽器を四つのセクションに分け四和音を同じ音色で、 それぞれのセクションが充実した火星を出すことができるようにした。ここではワーグナーチューバが考案され、後にブルックナー、ストラビンスキー、シェーンベルク、B.H. マーマンらに引き継がれる。バストランペットも当時では新しい楽器であった。リムスキー・コルサコフは色彩的な還元落法の大家である。その作品もさることながら著書還元落法原理が 後世の作曲家に与えた影響は多大であり、その中にはラベル、ドビュッシーなども含まれる。極めて教科書的オーソドックスなリムスキー・コルサコフによって還元楽のすべての楽器が対等な地位を得るに至ったとされる。自家で死であったレスピーニやストラビンスキーもそれぞれが還元楽法の親として知られる。特にストラビンスキーは リムスキー・コルサコフの理論を受け継ぎつつも、火の鳥、ペトルーシカなどにおいて、さらに色彩的な技法を開拓し、これらを春の祭典によって昇華させた。ドビュッシーは一つ一つの楽器の特性を十分に活かすことに主眼を置き、新たな音響を作り出した。またオーケストラをいくつかの群に分けて、別々のリズムや動きを担当することにより、多層的とも遠近法的とも言える。 立体的なオーケストレーションを生み出した。これは初期の牧神の午後への前奏曲の特に中間部で英派町長の主題が出てくる部分で効果的に聞こえるほか、オペラ、ペレアスとメリザンドや海など様々な場面で見ることができる。リヒャルト・シュトラウスは冠言楽法の大家としてよりも冠言楽技法の大家として著名である。初期の公共史をはじめ中期の公共曲や 後期のオペラなどにおいて、物事をオーケストラで描写する実力を如実に示した。そのピアノプによるデッサンを弾くのは難解ではあるが、オーケストラで音を出す段階になると、比較的容易で、効果的な色彩還元楽法を見せてくれる。ラベルは、還元楽の魔術師という異名を取るほどの還元楽法の大家であった。ラベルの還元楽法は繊細、合理的であり、 模範的な還元楽法とされている。ラベルは、ボレロにおいては、音色の組み合わせを徹底的に追求し、還元楽から全く新しい音色を得ることに成功している。編曲にも非で、自作のピアノ曲を還元楽曲に編曲したほか、ムソルグスキーのピアノ組曲、展覧会の絵を還元楽曲に編曲したものも、ラベルの実力が遺憾なく発揮されている。 新ン楽派の3人は中小規模の作品を好んだ。初期には例えば、シェーンベルクの室内公共曲第1番などが挙げられる。時には、ウィンナ・ワルツを、また時には彼ら自身に限らず当時生まれたばかりの新しい音楽を、それらの中規模のアンサンブルのために編曲して演奏した。これらは第一次世界大戦後の金のなくなった世相を反映した現代を音楽において、 中規模のアンサンブルが好んで取り上げられることになる下地を作ったストラビンスキーの兵士の物語などもその一環である。また特にアントン・ベーベルンは一つの旋律を複数の楽器が一音や数音ずつ順次担当していく音色旋律という考え方を提唱した。ベーベルンはバッハの音楽の捧げ物によるリチェルカータを 還元楽に編曲してこの試みを実践した後、自作の公共曲などに応用させている。この方法は型を変えて、メシアンのトゥランガリーラ公共曲などに受け継がれている。バルトークは特に還元楽の名称とはされていないが、打楽器そのものや、その他の楽器による打楽器的な奏法、特に弦楽器に多く見られる現代的な特殊奏法、 夜の音楽と呼ばれる独特な音響色彩の探求などで注目を集める。プロコフィエフの還元楽法はかなりの中間色を使った曖昧でデリケートな色彩の配合で特徴がある。ハチャトゥリアンの還元楽はどちらかというとポピュラー音楽志向であり、ショスタコービッチやカール・ニールセンはそれまで一度もなかった楽器の原色配置で独特の個性を出している。 現代においては、それまでの慣習にとらわれない新たな要求がオーケストラに求められることも多い。シュトックハウゼンは3つのオーケストラが同時に演奏するグルッペンを作曲した。これはオーケストラに空間配置という新たな考えを提唱した。これは現代ではもはや珍しいものではなくなり、例えばドナウエスンゲン音楽祭では多くの作曲家が毎年のように 他群のオーケストラのための新作を所演している。最も金管楽器や一部の木管楽器のみを増強して会場の別の位置に用いるバンダと呼ばれる手法は以前からあるものでベルリオーズ、レクイエム、レスピーギ、ローマの松、ヤナーチェク、シンホニエッタ、オペラ、マーラーの公共曲などに見られる。セリエル音楽においては管言楽法、特に楽器法の機能が無視され、 ピアニッシモの高音トランペットやフォルテッシモのフルートの最低音などが意図的に規則に厳格に従って書かれるが、この場合は楽器法や還元楽法の無知によるものではない。トーンクラスター技法のように多くの音程をオーケストラに求める場合は楽譜が何十段にも及ぶこともある。クセナキスのメタスタシスやリゲティのアトモスフェールでは管楽器のみならず、 弦楽器奏者の一人一人にまで別の動きを求めている。特に後者のリゲティは演奏者にとって無理のない自然な動きを要求しており、この動きの集合がミクロポリフォーニーと呼ばれ、結果として全体の音の雲のように聞こえる効果を持つ。またクセナキスは大編成の還元楽の奏者を会場の至るところに不特定に配置する試みも行っている。 ポーランド学派と呼ばれる作曲家たちは大胆な音響集合をオーケストラに要求する作品を次々と作り出し、彼らの間で共通する騒音主義的な作風を生み出した。またオーケストラの練習時間などの監修、特殊奏法の未熟さ、譜面の読みの専門家、また経済事情により十分な解釈による満足な演奏が得られないとして一部の作曲家は、 通常のオーケストラよりも一回り小さい、室内管弦楽のアンサンブルのために作曲することを好む。ブルーレイズやリゲッティなどにその傾向が見られる。アンサンブルアンテルコンタンポラン、ロンドンシンフォニエッタ、アンサンブルモデルン、アンサンブルレッシェルシェ、クラングフォールムウィーンなど、現代音楽専門の室内管弦楽アンサンブルも多く存在する。彼らは普通のオーケストラの奏者よりも、 現代音楽共通の語法に精通している。ソロ楽器のための現代音楽では、頻繁に求められるそれぞれの楽器の特殊奏法も、通常のオーケストラでは、奏者の習熟度不足で満足に演奏できなかったり、監修上記費されるが、これらのアンサンブルでは難なくこなすことから、彼らの団体に対して作曲する場合においては、特殊奏法はもはや共通の楽器法。 管元楽法の手段となっている。また、大家のみならず若手や中堅の作曲家もこれらのアンサンブルのための編成の曲を多く書くことによって、現代ではもはや通常のオーケストラとは別にこれらのアンサンブルのような室内管元楽規模のレパートリーも標準のものとなりつつある。また、電子音楽による電子音響技術をオーケストラと併用して用い、 新しい音色の混合効果を用いることももはや珍しくはない。初期にはシュトックハウゼンがリングモジュレーターなどを多用した。ほか、現在ではアイルシメートルをはじめ生楽器の演奏をリアルタイムに電子音響に反映させるライブエレクトロニクス技術も日々発達している。以下、還元楽の各楽器に関する概説を述べる。詳細は各楽器の記事を参照のこと。 管弦楽においては、バイオリン族の言語部が使用される。それぞれの人数は、フルの4巻編成においては16.14、12.10、8が一般的と言われているが、各楽団や曲によって変化する。例えば2巻編成においては、その半分が普通である。バイオリン族の楽器で、言語部以外の編成が取られることは稀である。またピッツェカートをはじめ、コルレれニョ するポンティチェロ、フラジオレットなどによって音色を変化させることも多く用いられる。弱ネキを用いることも多い。これらは集団である弦楽器群に対し一斉に同じ奏法あるいは弱音器という音色変化を求めるため各弦楽器のソロが同じ特殊奏法をする場合に比べてオーケストラ全体の効果はとても大きい。弦楽合奏も参照。 管弦楽で使用される中心的な木管楽器は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの4種類である。楽曲やオーケストラの規模を表す、N 管編成という言葉は、それぞれの木管楽器奏者が N 人いるということを意味している。標準的な編成は2管編成から4管、編成である。2管編成においては、それぞれの2番奏者が同族楽器であるピッコロ、コーラングレ、レバスクラリネット、 もしくは小クラリネットコントラファゴットに持ち帰る場合がある。三巻編成になると一人の奏者がこれらの同族楽器を専門的に担当することが一般的である。ただし、還元楽の編成が確立する以前の古典派の時代においては二巻編成であってもフルートが一本であったり、フルート、オーボエ、クラリネットのいずれかを書いている楽曲も多数存在する。 例えば、モーツァルトの後期の公共曲である第38番から第41番には完全な二巻編成のものはない。これより少し後に作曲されたハイドンの第99番以降の公共曲は標準的二巻編成である。フランスでは独特な監修のために二巻編成であってもファゴットは4本が標準編成であった。このため、フランスの作品では ベルリオーズの幻想公共曲やドベッシーの海のように四巻編成でないにもかかわらず、ファゴット族の楽器が四本必要な楽曲が存在する。比較的新しい時代に考案されたサクソフォーンは、音の大きさや際だった音色ゆえに、オーケストラの中に定石を占めることはなかったが、ビゼーン、アルルの女、ラベル、ボレロ、ラベル編曲による、ムソルグスキー、展覧会の絵、 イベール公共組曲、パリ、ジョリベ、オンド・マルトの競争曲、デュリュフレ、三つの部曲、プロコフィエフ、キーゼ・チューイ、ロメオとジュリエットなど、フランスやロシアの作品において使用されることがあった。その多くは、ソロ楽器としての使用であるが、オネゲルの家計大乗のジャンヌ・ダルクでは3本、リヒャルト・シトラウスの家庭公共曲では4本のサクソフォーンがセクションとして使われている。 金管楽器は3管編成ではホルン4トランペット3トロンボーン3チューバ1が標準である。また1管編成では各1ずつ4管5管編成になるとそれぞれの楽器の数が増えたり様々な金管楽器が追加されたりすることが多い。また巨大な編成ではホルン6から8チューバ2などという編成もそう珍しくはない。フランスでは パリオペラ座において、ナチュラル式のトランペット2本と、ピストン式のコルネット2本を併用する慣修があった。このことは、ベルリオーズ、幻想公共曲をはじめ、ドリーブのコッペリア、シルビア、ドビュッシー、海などのフランスの作品に影響を与えている。また、ワーグナーは、パリオペラ座でも上演を想定して、リエンチサマヨエル、オランダ人などを、この編成で作曲している。 現在では特殊な金管楽器としてフリューゲルホルン、ユーホニアムなどが挙げられる。水奏楽ではスイザフォンが用いられることもある。ワーグナーやブルックナーなどが後期に用いたワーグナーチューバはホルンと共通するマウスピースで演奏可能なことからホルン奏者の持ち替えで用いられる。またベルディのオペラアイーダではトランペットの柄がまっすぐで長い。 アイーガトランペットと呼ばれる特殊なトランペットが舞台上で用いられる。通常音色のほか、弦楽器と同じように弱音器も多く用いられる。ホルンにはストップ奏法も頻繁に要求される。現代では弱音器の種類は豊富であり、特にトランペットのワウワウミュートおよびその進感を外したハーマンミュートは通常のストレートミュートとは区別されて用いられる。 竹光徹がこれらのミュートの際を好んで、オーケストラ内で使い分けた。ほぼ定石を得ているティンパには2巻編成で1体、3巻編成で4台まで、4巻編成になると2体以上になることが多い。それ以外に曲によっては多くの種類の打楽器が使用される。大きく分けて、鍵盤打楽器とその他の打楽器に分かれ、しばしば使用されるものは前者が、 クロッケンシュピールシロフォンなど、校舎が、シンバルトライアングルタンブリンカスタネット、小太鼓、大太鼓、チューブラーベルタムタムなど、伊福部ラの日本教師局のように、10人近くの打楽器奏者を必要とする曲もある。その他太鼓類と金属打楽器と木質打楽器に分ける習慣もある。ティンパニ奏者は通常ティンパニのみを担当し、その他の打楽器奏者が、 他の多くの打楽器を担当するのが習慣であるが、現代の特に室内管弦楽においては、ティンパニ奏者も他の打楽器に持ち帰ることもある。管弦楽において使用される鍵盤楽器は、主にピアノオルガンチェレスタである。ピアノは、管弦楽においては当初ピアノ競争曲における独奏楽器と位置づけられていたが、ベルリオーズがレリオ、あるいは 生への復帰で2台のピアノを使用したことに始まり、カミーユサン・サーンスの公共曲第3番、オルガン付きや、動物の射肉祭、ストラビンスキーのバレエ音楽、ペトルーシュカなどの楽曲で効果的に使用されており、現在では還元楽の1パートとしての地位が確立されている。チェンバロは、バロックや、古典派前期までの通奏低音の伴奏には、 用いられたが、それ以降では使われることは稀になった。しかし近現代においては再び使用されている。オルガンは、西方教会の教会音楽の中に、格好たる地位を占める楽器であり、西方教会においては、ほとんどの教会が所持しているほか、オーケストラの演奏が可能な中規模以上の教会では、グランドオルガンという多彩な音色と音量が得られる、楽器が設置されていることも多い。 宗教曲として、フォーレやデュルフレのレクイエブなど、宗教曲以外でも、サンサーンスの公共曲第3番、オルガン付き、リヒャルト・シトラウスの公共詞、ザラトゥストラは各語り機などで効果的に用いられる。還元楽において使用される発言楽器は、主にハープ、マンドリーン、ギター、バンジョー、チターなどである。このうち最も一般的な楽器はハープである。 ハープはマリー・アントワネットが学そうしたように古典期からすでに独奏楽器としての地位を得ているが演奏海洋順音楽としてオーケストラにハープが編入され特徴的な活躍を見せるのはロマン派初期のベルリオーズの幻想公共曲第二楽章が最初期の例であるワーグナーは同時に6台ものハープを要求し音量を補強した またダブルアクションハープの発明により、近代以降では、より頻繁に使用されるようになった。また近代では、ハープは2台が組になり、交互に演奏することで、より拡張的な処方を見せることも多い。また、通常音色だけでなく、叩いたり吸ったり、ハーモニクス奏法も他の楽器と組み合わせるのに好んで用いられる。チタは、オーストリアの民族楽器であり、 ヨハンシュトラウス2世などのウィンナーワルツで編入楽器として用いられた。ただしソリストとして特徴的に扱われ伴奏に回ることは少ない。伴奏も同様の理由で教師局的な扱いであることが多く、ヨーロッパよりは楽器の生まれた南北アメリカ大陸の作曲家に使用例が多い。珍しい例ではキュー番に滞在したヘンゼェの公共曲第6番で用いられている。 管弦楽において使用される打弦楽器は主にツインバロムである。ツインバロムはバルトークやコダーアイなど主にハンガリーの作曲家によって用いられる。ドビュッシーのレントより遅くにも使用例があるが、これはもともとピアノ商品からの編曲で、ピアノ原曲にはないソロパッセージが冒頭に出てくるもので、機械音楽的なものであると伺える。ストラビンスキー、クルターグ、ブーレーズ、 デュティーユーの作品にも使用例がある。還元楽と声楽は古くからオペラにおいて同時に使用されていたが、人の声が楽器の一種として還元楽に取り入れられたのは原則として近代以降である。ドビュッシーの野草曲第3曲、海の星のほかラベルのダフニスとクロエ、ホルストの惑星終曲海洋星、ニールセンの公共曲第3番。 広がり第二楽章などが知られる。これらはすべて母音のみのボカリーズ商法が用いられる。還元楽において電子楽器、電気楽器が使用されることも近代以降では多い。主にフランスの作曲家がオンドマルトのを好んでオーケストラ内で用いた。オネゲルの家系大嬢のジャンヌー・ダルク・ヤケ・クランのモユル・シゲミなどがその初期の試みとして挙げられる。 メシアンは、神の現存のための三つの焦点霊楽をはじめ、代表作、トゥランガリーラ公共曲では、ピアノと並んで、ソリストとして、そして、オペラ、アッシジのセフランチェスコにおいては三代の、オンド・マルトノを使用している。エレキギターや、エレキベースは主に、映画音楽などの劇とも音楽や、ポピュラー音楽などにおいて、オーケストラあるいは吹奏楽の中で使われるが、 例えばラフヘンマンのオペラ、マッチ売りの少女などのような作品の中でも用いられている。オーケストラの生演奏に合わせて、録音された音源を同時に演奏することも行われる。その最初期の例としては、レスピーギの公共詩、ローマの松において、ナイチンゲールの鳴き声を用いたことが挙げられる。現代においては、例えばラウタバーラの鳥とオーケストラのための競争曲、 北極紙片で前編において鳥の声の録音テープがオーケストラの演奏と同時に再生される。シュトックハウゼンが多用したようにオーケストラ全体の音色をマイクで入力し、リングモジュレーターなど初期のシンセサイザーで変調、加工してスピーカーから出力し、オーケストラと共に用いることもある。電子音響技術とオーケストラが密接に結びついた例として、 アイルシメートルの研究が挙げられる。演奏行為と密接に結びつく、電子音楽の活用の試みが行われており、これをライブエレクトロニクスと称する。初期には 4X というコンピュータが使われ、ブーレイズはこの技術を用いて代表作の一つ、レポンを作曲している。1970年代には、コンピュータ技術の支援による音響の分析結果に基づく、 性楽器のオーケストレーションの作品が多く生まれた。中でもスペクトル学派と呼ばれる一群の作曲家たち、特にグリズへの代表作、音響空間が挙げられる。1980年代には、コンピュータや電子キーボード楽器のミディ制御によるテープ録音を伴い、シンセサイザーの各種エフェクトなどを経て、奏者の任意のタイミングによって再生し、 アンサンブルやオーケストラと共演するという試みが多く行われた。サーリアホやハーベイなどの作品にそれらの技術仕様が見られる。1990年代以降はリアルタイム音響制御ソフト MAX MSP によりライブエレクトロニクスはより身近なものとなった。アイルシメートルを中心として多くの作曲家がこの技術を用いており、ソロ。 室内管弦楽からオーケストラやオペラに至るまでライブエレクトロニクス技術は幅広く用いられている。近年では特に前日のサーリアホが2つのオペラ、遥かな愛とアドリアナ・マーテルにおいてそれぞれが唱を舞台裏に配置しマイクで拾った音をもとに会場全体の多くのスピーカーに空間配置して移動音響として用いるなど あからさまな電子音響だけではなく様々な場面で、還元楽において、ライブエレクトロニクス技術が沿用されている。還元楽法の学習としては、まずそれぞれの楽器の特徴を知ることが大事であるが、それらの楽器を複数組み合わせることによって、初めて還元楽やアンサンブルにおける複数の楽器を有効に使いこなすことができる。これらは、 それぞれの楽器にとって無理なく演奏できることはもちろん音色を打ち消すようなことなくそれぞれの響きが最大限効果的に発揮されるよういくつかの特徴的な配置についても作曲家は熟知しておくことが望ましい。木管楽器に対して推奨とされるいくつかの特徴的な組み合わせがある。これらは通常、下から順にファゴット、クラリネット、オーボエ、フルートの順で積み重ねられ、 これを積み重ね法という。対して二間編成以上の場合、内西部の楽器に対し上下の外西部に違う楽器を当てはめることにより、この積み重ね法とは異なる音色を得ることもできる。これを囲い込みという。また密集配置の和音には四つの楽器を混ぜないなど、慣習として寄避される処方もある。これは三間編成以降は徐々になくなっていく。 同一オクターブの同音を二つ以上の楽器で演奏することで単一のソロ楽器にはない複雑な音色を生み出すことができる。最も有名な例はシューベルトの交響曲第七番未完成の冒頭でオーボエとクラリネットが同一メロディを奏する場面であろう。フレーズの出だしの一音のみに別の楽器を絡ませることによって音色の発音の瞬間を通常とは異なる印象に することができる。ハープ、弦楽器のピッツェカーと打楽器は特によく使われるほか、稀に金管楽器がこれを担うこともある。フレーズの区切りなどである音色から別の音色へメロディを受け渡す場合にも有効であり、またフレーズのいくつかを音色の似た違う楽器が順次担当していくことによって、徐々に音色を変化させるような用いられ方もある。しかし、彼は、 還元落法原理の序文で、オーケストレーションに神手べたはない。それは、作品の魂の一つだ。色彩的な曲を書く、作曲家が、オーケストレーションが上手いということになれば、ブラームスは下手な作曲家ということになってしまう。というようなことを述べている。伊福部明、還元落法27ページ、小菓子に高、還元落法、監修者による解題、伊福部明、 第一章、漢本還元落法、池野聖、石丸元氏、今井里氏、他、音楽の友者、東京都新宿区神楽ら坂6-30、2012年10月31日、初版第4冊、3ページ。ISBN 978から4から276106833。ありがとうございます。